はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。気まぐれゲートイベント攻略進めていきます。今日はですね、隠しステージ、こちらのね妖怪もね仲間にしていきたいなと思います。さあ、フレンドのねお助けもたくさん行いました。でね、たくさんまた報酬いただきました。結構ワイポイントとかね、嬉しいよね。そしてアイテムなんかもねゲットできます。なのでもう特にね、序盤はねできるだけお助けした方が得です。さあ、大森神社でお参りしておきましょう。やっぱりね、妖怪をたくさん仲間にするときは、まあ効果あるか分かんないけど、一応ねお参りしておきます。結構ねこのステージ1にフレンドがいっぱいいるんで、どうなんだろう、みんなゲート空き待ちの時はこのステージ1周回してんのかな。使う妖怪こちら、美脚夏希、そしてモテモテン夏希です。そしてデモネードスコアアップ、シランプリン、こちらも夏希、そしてオボチャマ夏希です。さあ、こんなパーティーでやっていきたいなと思います。まあ比較的ね低ランクの夏希妖怪をたくさん入れています。っていうのもね、このステージ1そんなに敵が強くないので倒しちゃうんだよね。なのでまああまりすぐに倒さないようにして、夏希技をいっぱいかけれるように、まあ低ランクの夏希妖怪の技レベルを結構上げたやつを使っています。結構ね美脚とかこういう時に役に立つんで、結構ね低ランク妖怪でもね取っておいた方がいいと思います。なのでこのデモネードもね、ちょっと軟体が仲間にして、ちょっと戦力としてね使っていきたいなと思います。まあスコアアップはねワイマネー稼ぎ、そしてスコアとでも使えるんで、まあいてもねいいと思います。さあ、鉱物与えました。さあ、夏希もねこれだけかければ落ちるでしょう。さあ、フィニッシュ、よし、来たぜ。さあ、デモネード、皆さんはもう何体ぐらい落としましたでしょうか。 69Y マネー。さあ、レベルもね上げていきます。さあ、友達になりました。これで技レベル2ですね。もうマックス目指して上げていきます。さあ、ゲートが開いたぞ。おう、ご褒美の間、レベル2来ましたね。ご褒美の間はね一番好きです。そしてフィーバー上昇率ダウン、まあこれはねそんなに関係ない。さあ、ご褒美の間なんでフレンドにね HP たくさん上げておきましょう。ここは回復できるんで、もう HP 結構ねたくさん上げていいと思います。まあ目安としてはね半分ぐらいまで 50% あればね十分でしょう。さあ、使う妖怪こちら、不死身御前、 HP 回復、そして至れり尽くせり、特殊能力持ち、ダメージを与えるプラス回復、そして花坂 G 杖、そして KK ブラザーズ回復、そしてデカプニ。 KK ブラザーズはね非常に使いやすい、回復としても優秀なんで、この KK のね回復の方でプニを消せば回復技出せるんで、今回のこのイベントご褒美のまでは基本的にはデカプニよりも回復で消した方がいいんじゃないかと思います。で、先ほどねフレンドにたくさん送ったんで、ここで HP をたくさん回復して、でまたその余った HP をフレンドに送るみたいな、そんな感じでやってます。さあ、特にねこのご褒美の間の最初の辺のステージ1、2あたりでたくさん HP を回復するのがポイントです。なのでここはねもう敵を倒すステージというよりは HP 回復用のステージ、そんな感じだよね。なので基本的にはもうこの回復妖怪のプニだけを消していけばいいような感じ。さあ、 KK ブラザーズ回復量がね333、優秀です。さあ、倒しました。さあ、これで 75Y マネー、そしてマルゲリータ、そして49ポイント稼げる、武道会より稼げるじゃねえか。
まあ、こんな感じでフレンドからね HP 送られてきたりするんで、まあ、すぐにね回復するよね。さあ送りましょう。このお互い送り合ってるだけでご褒美がもらえてしまう。さあステージ3、なんもないととだらけと、まあ、ここもね KK 使って回復していきます。 KK ブラザーズは使いやすいよね。さあ回復、ここでほぼ 100% にしてクリアできればベストです。そしたらね次クリスタルの間とか他の間が来てもね全然対応できるんで。どうなんだろう、皆さん回復系妖怪何を使っていますでしょうか。さあなんもないと、もう少し回復して倒したいな。さあ KK ブラザーズ、あとこのどうなんだろうね、至れり尽くせりが特殊能力、まあ全てのマロって全ての敵からダメージダウンなんだけど効果が小なんで微妙なんだよね。まあ入れなくてもいいっていやいいけど、まあガチャから出たら入れといた方がいいかなっていうね。さあフィニッシュ。さあ 75Y マネー小経験値玉ゲット、そして49ポイント。さあクリアしました。これクリア報酬もねいいんですよ。お、漢方が、そして105ポイント。お、次はクリスタルのまあレベル2、攻撃力アップが無効と。さあパーティー的にはまあ回復系入れつついきましょうか。さあルビーニャン、アタッカーはまあ花咲か G だけでもいいかなと思ってます。まあ今のところなんですけど、花咲か G がねむっちゃ強いんで、もうデカプに作って消すだけでもうバンバン敵が倒せちゃうっていうね、必殺技出すまでもないっていう。あとはね回復3体ちょっとねパーティー変えましたけども、まあランクは低くても結構ね技レベル上げてやれば回復量は出るんで。さあフィニッシュ。さあ 54Y マネー 200Y マネー、そして31ポイント。さあいよいよボスいきます。クリスタルシュラゴマ現れました。これね反撃してくるんで、あんまりねたくさん必殺技を打たない方が多分いいと思う。で僕はね花咲か G がいるんで、花咲か G のデカップに作ってやって、これがね相当ダメージ与えることができるんですよ。なのでそれで攻撃していきます。こうガツッともう一気に半分以上減るからね。さあデカップ2でフィニッシュ。もう必殺技いらねえっていうね。さあクリアしました。 60Y マネー、そしてワクワクコインゲット、31ポイント。さあクリアしました。クリア報酬もね、おお、また漢方来た。漢方ねもうすでに10個以上あるんだけど使い切れません。ボーナス玉を作ると各地ステージに行けるみたい。各地ステージのこの開放条件は近くにいる人に話しかけると教えてくれるんで、まあ、分からなければそれで聞いてやるとねいいと思います。さあ使う妖怪こちら、デモネードスコアアップ、そして至れり尽くせり攻撃プラス回復、そして花咲か G、 そしてボーナス玉作るんでカラカサ魔人、そしてイエイ、こちらもボーナス玉作ります。玉の数は2個。さあやっていきます。
ボーナス玉に関してはサイズ7以上のデカプニを作って消しても、まあ、出現することができるんですけど、まあ必殺技、この玉を作るね必殺技を持った妖怪を使った方が楽です。おそらくねみんな多分何がしか持ってると思うんで、まあ何でもいいんですよ、ランクは低くても。で使ってやっていきます。まあ最悪ね玉を作る必殺技を持っていない人はデカプニを作ってねやっていけば OK です。さあフィーバータイム持ち込んで、さあスコアアップしときの花咲かじ打っていきます。さあスコアアップからの、さあ花咲かじ掴んで左右に振る。これね時々掴めないことがあるんだよな、なかなかねタイミングが難しい。さあフィニッシュ、強力です。さあ星も3つ取ってクリア。さあレベル上限は解放しておきます。さあこれで、お、行きましたね、ボーナス玉3個以上、隠されたルートが解放されました。お、これはどっかで見たようなゴジ脱ジですね。使う妖怪こちら、お坊ちゃま夏希、そしてイケメン犬、こちらもレジェンド夏希、そしてゴジ脱ジ、縦一直線に妖怪プニを消す、威力は30ポイント。なるほど、薄ら影、そしてモテモテ夏希です。モテマクール格下夏希。さあこんなパーティーでいきましょう。ゴジ脱ジ以外は夏希ですね。ゴジ脱ジはまあシランクの薄ら影ということで今回初登場ではないんですけど、結構ね入手難易度が高いというか、まあ、なんか難易度が高いというか登場してこないんでなかなか入手する機会がないです。なのでまあこの機会にねたくさんゲットして技レベル上げておくと OK です。そして持っていない人はもうぜひね仲間にして使っていくとねいいと思います。なんか見た目可愛いよね。さあ夏希どんどんかけていきます。もうかけれるだけかけた方が多分ねいいです。さあゴジラ筋も貯めていく。さあフィーバータイム入りました。お坊ちゃま、そしてゴジ脱ジ、まあ、威力はねまだ技レベルが低いんで微妙ですけども、さあ鉱物与えます。さあものすごく懐きました。さあこれでいけるか。おっとまだですね、もう一発ゴジ脱ジ打ちたい。やはり C ランクなんで技レベル上げていかないとなかなか戦力にはなりません。さあそして夏希、さあそろそろもう一回ゴジ脱ジ打ちてえな。さあフィニッシュ、おるしょっす。おー来たぜ。さあ桃色コインゲット。さあゴジ脱ジいい腕しとる。ゴジ脱ジばっかです。さあ技レベル上げていきます。さあゲートが開きました。さあ次はどこの間が来るのか。おお、クリスタルの間レベル3、クリスタルの間今回よく出るね。攻撃力アップ向こう。さあ意外とあっさりクリスタルの間レベル7までいくか。さあトパニャン、宝石ニャンだ。まあクリスタルというだけあって、さあ HP をねまず回復していきましょう。回復3体でいきます。でも敵がね3体いるんでなかなかちょっと攻撃が激しいな。今回ねこの間の敵からのダメージダウン、今ね至れり尽くせるセリと、あとクリスタル花咲かじゅうもね効果中あります。で効果大が
ミーラーボールなんですよ。これがね、Y ポイント交換でもう少し優勝回数じゃねえ、このクリア回数を重ねないと取れないんで、それを取るとね、効果大なんで、相当また違ってくるんじゃないかと思います。一応ね、僕もね、ミーラーボールに関してはゲットしてから進めていきたいなと思ってます。さあ、フィーバータイム。さあ、イタレリ、ツクセリ。そして、花咲かじ行くぜ。あれ、つかめねえ。ああ、しまった。まあ、あるね。あるある。さあ、クリアしました。まあ、HP ね、そこそこ回復できました。ソフトクリーム。46ポイント。さあ、フレンドにね、HP 上げましょう。あざっす。90%あればいいでしょう。さあ、クリスタルシュラコマ、来たぜ、レベル3。さあ、使う妖怪、こちら。アゲアゲハ、回復。まあ、相手がね、クリスタルシュラコマに関しては、まあ、反撃もあるんで、なかなか回復してというわけにはいかないんですけども、まあ、入れておきましょう。まあ、使うのはね、もう花咲かじだけみたいな感じ。花咲かじのデカプニで消していく。不死身御前、こちらも回復。さあ、行くぜ。まあ、基本的にはね、花咲かじのデカプニでいきます。さあ、作っていく。お、やべえ、強えぞ。さっきとレベル2とだいぶ違うね。これはちょっと花咲かじのデカプニだけでは苦しそうだ。必殺技使った方がいいかな。まあ、フィーバータイムでね、花咲かじ打てば、さあ G まで溜まったんで打っちゃいましょうか。おお、すげえ、5万、強えな。技レベル2でも結構ね強いです。さあ、46ポイント。さあ、クリアしました。おう、45ポイント。